どうだ、ポーションには慣れてきたか。まあ私の方はそれなりにね。でも周りの子はまだ慣れてないんじゃないかな。どういうことだ。なんだか私にまだ遠慮してるところがあると思うの。ほら、周りの子よりも私は年上ってこともあるし、どう絡んでいいのかわからないんじゃないかしら。確かに、伝説のキャバ嬢といきなり一緒になったら距離感をつかむのが難しいかもな。でもそういうの好きじゃないのよね。どうしたら普通に接してくれるかしら。キララから歩み寄ってみるのはどうだ。私から？ああ、やはりキララみたいな伝説のキャストにいきなり話しかけるのはハードルが高い。逆にキララから話しかけてもらえたらみんな喜ぶと思うぜ。自分からか。確かにそうかもね。もしかしたら私自然と話しかけるなオーラが出ちゃってるのかもしれない。あんまりキャラじゃないけど、試しに自分から声かけてみるわ。ありがとう店長。しかし年の離れた人と砕けた関係を作るってのは誰であれ難しいもんだよな。キリュウさんもそういう経験あるんだ。ああ、昔いた組織ではいろいろあったぜ。まあ俺はその組織では年下の部類だったかな。かなり上下関係が厳しい組織だったが、冗談を言ったりして和ませてくれる先輩はありがたかったし、助けられたな。冗談か。私もダジャレでも言ってみようかしら。いいんじゃないか。でもダジャレなんて全然言ったことないし、何かとっておきのダジャレとかあったら教えてよ。とっておきのダジャレか。キララはセキララとかはどうだ。ネタはどうかと思うけど、キリュウさんが言うと面白いね。そうか。おじさんが頑張って考えてくれた感があってすごくいいと思うよ。私のためにありがとう、おじさん。おじさん。そういえばキララは趣味とかはあるのか。趣味？ああ、趣味の話でもすれば盛り上がりやすいんじゃないかと思ってな。趣味はいろいろあるけど、そうね、最近はギャンブルに興味があって。ギャンブル？この前初めてやってみたんだけど、レースの予想が的中してすごい嬉しかったの。それまではあまりやってこなかったんだけど、あれはハマっちゃうのもわかるなって思った。私もハマりすぎて散財しないように注意しなきゃって思ってるんだけど。ほう、キララがハマったギャンブルってのは。もしかして競馬か。そう、お馬さんも可愛いし競馬場って楽しいのね。知らなかった。最近は女性客も増えてるって聞くしな。デートで来るカップルもいるって噂だ。そうなんだ。確かに楽しいかも。競馬場デート素敵だな。キリュウさんも今度一緒にどうですか。考えておこう。しかしキララが競馬が好きとは意外だな。そう？とっても奥深くて面白いですよ、競馬。かけ方によって人間性が出るところとかも面白いなって思うポイントかな。人間性？大穴をつくか本命にすがるか、
複数にかけるか一つに絞るか、どういうかけ方をするかにその人の性格とか本性が結構出るのよね。ほう、なるほどな。キララはどういうかけ方をするんだ？私はお金というよりは夢を買いたい感じだから、大穴とかオッズの高い馬に絞ることが多いかな。キリュウさんは競馬をやるとしたらどんなかけ方をすると思う？俺は大穴一筋だ。キリュウさんも私と一緒ですね。ああ、小銭を稼ぐよりも一攫千金を狙う、そういう男でありたいからな。男らしい。キリュウさんと私性格的に合うかもしれませんね。そうかもしれないな。そうそう、キリュウさん、この前ついに競馬で万馬券当てたの。ほう、すごいじゃねえか。当たった瞬間は興奮して叫んじゃった。嬉しかったな。よかったな。結構な額になったんじゃないか。何に使うんだ？今はあんまり欲しいものとかないからな。未来のために貯金かしら。ほう、伝説のキャバ嬢だし、もっと派手に使うタイプなのかと思ったぜ。まあ使うことは使うけど、欲しいものは大体買っちゃったし。そうか。でもせっかく当たったわけだから記念になるし、何かに使った方がいいわよね。なら俺が代わりに使ってやろうか。じゃあ桐生さんにあげたとしたら何に使う気なの？競馬だ。俺に貸してくれれば倍にして返してやるぜ。本当？でもちょっとロマンがあるな。万馬券の賞金がさらに倍に。どうだ、俺を信じてみないか？任せてみようかな。ちなみにキリュウさん、今度のレースは何が来ると思います？さあ
俺はカズマだから一枠にかけるか。うわあ、適当。やっぱり任せるのやめよっと。しかし競馬の賞金を将来のために貯金か、結構堅実なのか。全然。でも将来不自由しないくらいのお金は常に残しておきたいとは思うのよね。これから結婚して家族もできてってなったら、いろいろお金が必要になるし。ほう、結婚願望はあるのか。ありますよ。いい人がいたらしたいな。子供も欲しいし、私子供と一緒に海外旅行に行っていろんなものを食べ歩きするのが夢なんです。ほう、いい夢じゃねえか。キリュウさんはもしも結婚して子供が生まれたらどんなことをしたいです？一緒に酒を酌み交わしたいな。お酒か、いいですね。だいぶ先の話にはなっちゃうけど。ああ、だが自分の子供が立派な大人に育ったことを改めて実感できると思うしな。きっとその時の酒はうまいだろうと思うんだ。素敵。私もその場に一緒にいたいかも。なら俺と子供を作らねえとな。そうですね、検討しましょうか。結婚の話のついでに聞くが、キララはどんな男がタイプなんだ？そうね、一番はノリのいい人かな。ノリのいい人。ええ、みんなが盛り上がってる時に一人でクールみたいな人はちょっと苦手。あと歌が上手な人とかも好きかな。あとは腹筋が割れてる人。まとめると、ノリが良くて歌が上手で腹筋が割れている人か。そうなりますね。そんな人がいたら惚れちゃうな。ほほう、なるほどな。なら今度カラオケにでも行くか。いいですね。キリュウさんもカラオケなんて行くんだ、意外です。本当にノリが良くて歌が上手くて腹筋が割れている男ってのがどんなものか、お前に見せてやるぜ。すごい自信。楽しみにしてます。そういえばキララは将来どうなりたいとかはあるのか？キャバ嬢って仕事は好きだし、できる限り続けたいとは思ってます。でもこの仕事はいつまでもできるわけじゃないから、その後どうするかは悩むところだな。もう十分稼いでいるから何もしなくても暮らしていけそうだが。まあそうなんだけど。そうなか、すんげ。でも今辞めたら自分がやってきたことが何も残らない気がして、それがすごく怖いなって。せっかくここまでやってきたんだし、自分の爪痕を何かしらの形で残したいなって思うんだけど。なるほど、自分の爪痕を残すか。本を出版するなんてのはどうだ？本？ああ、伝説のキャバ嬢のテクニックやノウハウを本にまとめるんだ。キャバ嬢だけじゃなく他の職業のやつらにも役立つかもしれない。確かにありかも、面白そう。でも私なんかにできるかな。本とかあまり読まないし自信ないな。なら俺が手伝ってやるぜ。本当？キリュウさん得意なの？いや
あまり。そう。でもいい案だと思う。参考にします。ああ、そうしてくれ。そうそう、キルさん、この前ついに私あれになっちゃった。あれ？恥ずかしいんだけど、ぎっくり腰になっちゃったの。ぎっくり腰？はぁ、あ、ちょっと年齢感じちゃった。めちゃくちゃ痛いのよね、あれ。うん、全然動けなくて。それは大変だったな。言ってくれれば駆けつけたんだが。本当？でも駆けつけてくれても、キリュウさん何してくれるの？熱い応援を届けるぜ。ありがとうございます。でも正直、誰かがそばにいてくれるだけで助かるんですよね。動けないって本当に辛い。身の回りのことすらできなくて結構落ち込みました。もし今度なったら俺を呼べ。キララが落ち込まないようにいくらでも応援してやるさ。そうします。でもどうせなら応援だけじゃなくて買い物とかもお願いできるといいんですけど。確かにそうだ。応援しつつ買い物をするとしよう。助かります。絶対呼びますね。だが病気になると健康のありがたみを感じるよな。そうですね。健康なうちは一人でも大丈夫だけど、病気や怪我しちゃうと一人で生きるってほんと大変。改めて誰かそばにいてくれる人が欲しいなって思いました。キララは今そういう人はいないのか。引く手あまたのように見えるが。全然なんですよね。どこかにいい男はいないかしら。なんなら紹介するぜ。え、本当？俺なんかどうだ。キリュウさん？ああ、まあ不器用だし、キララに見合うような相手じゃないかもしれんがな。
そんなことないと思うけど、本気で言ってくれてるなら私も、まあ現実的には無理だけど。え？無理？店長がキャストに手を出すのはご法度らしいからな。こんなにいい女が目の前にいるのに切ないぜ。なら店長を辞めた時には私とお付き合いしても問題なくなりますよね。ああ、そうなるな。なら早く辞めてくれないかな、なんてね。冗談です。そういえばあれからフォーシャインはどうだ？無事に馴染めたか？おかげさまで。自分から話しかけてきっかけを作ったら若い子たちとも仲良くなれたわ。それはよかった。特に小雪ちゃん、あの子は可愛いし人懐っこいしいい子ね。ああそうだな。まあまだどんくさいところはあるが、でもあの子は将来的に伝説のキャバ嬢になりうる逸材だと思う。私が言うんだから間違いないわ。昔のユキさんに似ているわね。確かに小雪もユキに憧れてこの世界に入ったくらいだからな。あんな素敵な子に憧れてもらえてユキさんが羨ましいわね。キララも憧れられる存在だと思うぜ。そうかしら。ああ。もし露骨に口に出すやつがいなくても、みんなの顔を見ればわかる。キララみたいになりたい。どいつもこいつもそんな目をしてるぜ。本当？お世辞でも嬉しいわ。お世辞じゃないさ。キララはそういう存在だ。だからずっと輝き続けてくれよ。キリュウさん、ありがとう。その期待に応えないとね。しかし順風満帆のように見えるキララでも誰かを羨ましく思ったりするんだな。そりゃそうよ。私は正直少し前までの伝説のキャバ嬢だった私は好きじゃないし。どうしてだ？あの頃の私は誰にも負けたくないっていう気持ちだけで働いてたの。お客様のためでもお店のためでもない、私のプライドのために働いてた。結果的にそれで生活は満たされていたけど心は満たされないままだった。お客様のこともどうやってお金を引きずり出せるかばかりで、その人の生活や幸せなんて考えなかった。お客様を第一に考えるフォーシャインやユキさんとは真逆よね。とんだ未熟者だわ。キララ。私はきっとそんな真逆のユキさんに勝つことで自分が正しいことを証明したかったんだと思う。バカよね。いくら売り上げで勝ったってそんな心構えのやつが勝てるわけないのに。キララ、お前は。ユキに憧れていたんだな。憧れか、そうね。そうかもしれないわね。自分には絶対になれない存在、そして自分がなりたかった存在だからこそ執着していたのね。私は今さらそれが分かったわ。ありがとう、キリュウさん。私の本心に気づかせてくれて。なに、俺は話を聞いていただけさ。だが今のキララにはユキと同じような温かい魅力を感じる。
今のお前なら本当の意味でユキに勝てるかもしれねえぜ。そう？なら現役である以上それを目指さないとね。憧れのユキさんに近づけるように、自分が一番だって胸を張れるように頑張らないと。ああ、今のキララだったらきっとなれるさ。